はい、こんばんは、ハンドです。どうもどうも。今日は全然予定してなかったんですけども、急に やりたくなったっていうか、ちょっとやってたら面白かったんで、初めからやろうかなと思いまして、MSX2 版のドラゴンスレイヤー、6、英雄伝説ですね。こちらのゲームは、お年頃の頃にね、98番でクリアしてますね。で、あと友達が88番も持ってたんで、88番も結構、見せてもらった記憶がありますね。で、MSX 版に関しては全く、見たことも、聞いたこともなかったって言ったらあれだけど、まあ、全然、音楽もね、聞いたことなかったんですけども、先日、結構安く、説明書、パッケージ、綺麗な状態で、手に入れましたんで、ね、起動してみたらもう本当驚いちゃいましたね。MSX のゲーム、ここのところいろいろやってますけど、まあほら、88とか98とかから比べてし、まあ比べちゃいけないんだろうけどね、同じようなゲームやった場合にどうしても動作が重いとかね、しょぼいとかね、そういう部分は否めない部分が、まあ、あるかなと思うんですけど、まあそれも含めて、まあ、愛すべき部分なんだろうと思ってるんですけども、このゲームに関してはね、すごく、やっぱ、ファルコムは違うねって思っちゃいましたね。まあ、それはね、見ていただければわかると思うんですけども、グラフィックの綺麗さ、動作の、快適さ、グラフィックの素晴らしさとかね、まあ、音楽もそうですし、あまりにもね、完成度が高くて見どころ満載な MSX のゲームなんで、ちょっとね、やりたくなっちゃったんで、本当は、違うゲームをやる予定だったんだけど、急遽こっちを、やります。ではでは、初めからやりましょうね。初めから。はい。で、こちらですね。いや。おはようございます、王子様。お目覚めの時間でございますよ。セリオス様、あなた様が大いに疲れる日まで、あと2ヶ月余りとなりました。そろそろスライムいじめなどとくだらない遊びはおやめになってくださいませ。立派な王となるには何よりも勉強が大事でございます。今日は G と一緒に呪文の勉強をしていただきますぞ。ちょっと本を取ってまいります。しばらくお待ちくださいませ。なんかバカ殿の怒りや長介を思い出しちゃうんだけど。何を言いたかったかって言いますと、今回、今現在ね、実機でのプレイとなっております。ただね、ディスクの方は、使ってなくて、メガフラッシュロムに入れて、ソファランという、まあ、ツールというか、まあ、エディターじゃないや、ファイラーみたいなやつでね、動かしています。なので、ディスクを、読み込むスピードが、実際よりもちょい早くなってるのと、ディスクを入れ替えるガチャガチャした音が聞こえないっていうのがありますけども、まあ、エミュレーターじゃなくて、実機での動作になりますね。今日の夕食は、王子様の大好きなビーフシチューですよ。あら、王子様、お勉強はもう済んだのですか？あ、うちのお母さんみたいな言い方するね。絶対まだ終わってないのに、あら、もう終わったの？とかね、夏休みとかよく言われましたけど。お出かけですか、おじさま。行ってらっしゃいませ。よっしゃ、遊び行こうか。お出かけですか、おじさま。暗くならないうちにお帰りください。みんな止めないんだね。サボりの常習犯なのにね。セリオス王子は。これはこれはセリオス王子。ようこそ我が教会へ。人々の悩みの苦しみの相談相手となるのが我々神父の務めでございます。しかし我々にはお話し相手になることぐらいしかお力になることはできません。お
困りの時はいつでもご相談ください。ただしお話をお聞きするだけでございます。何もアドバイスはできないよということですかね。グラフィックのね、何に感動したかって、この青の使い方なんですよね。この建物の影と、この芝生の部分の間に、この、わかりますかね？潰れちゃってわかりづらいかなと思うんですけど、青いラインが一本入ってるんですよね。これによって、なんていうか、グラフィックのしょぼさがすごくなくなるっていうかね、この、青を入れてるだけですごいリッチな感じになるんだよね。すげえなぁと思いますよ。ああ、王子様いらっしゃい。体を鍛えるために街の外に出てスライムいじめもいいですけど、岬の洞窟には入らないでくださいね。あそこには大層強いモンスターがおりますから。あと、このゲームをね、当時、初めてやったときに、こういう角に来たときにね、クルンってこう、自動的にこう、避けてくれる機能。これ、まだあんまりなかったんじゃない？イース2ではあったっけ？こういうのもなんかすごいなぁと思ったんですよね、当時。これはセリオ掃除様。ちょうど今パンが焼き上がったところなんです。お一つどうぞ。私は今ではこうしてパンを作って売る生活を続けていますが、前は武器などを売る店を開いておりました。なぜかはわかりませんが、あのアクダムに突然店を辞めるように言われたんですよ。一体あのアクダムとやらは何を考えているんでしょうね。まあ武器を持たせたくないってことですよね。王子、町の外はモンスターがたくさんいて危険でございます。あれ？ちょっと、斜めに入っちゃった。いいよ。お待ちください、王子様。ライアス G から王子は外に出すなと言われておるのです。そっか、じゃあ、しょうがないな。おい、今日は妙に素直に引き下がったな。そういえば妙だな。いつもは散々押し問答して結局出てっちまうのにな。やあ、ファーガソン。この前頼んでおいた抜け道はできてる？ええ、ちゃんと作っておきましたけんど。王子様、こんなことしてまたライアス G に見つかったら大変ですよ。大丈夫、大丈夫。そんなことより早く案内して。王子様、ここでございます。ちょこっとお待ちになってくださいまし。王子様、さあどうぞ。このことはライアス G には内緒でございますよ。ライアス G はいつまで本を探してるんだかね。ありがとう、ファーガソン。なんの。王子様のためだったら、俺は何でもしますだ。はい。ということでね、スライムいじめですね。結構MSX のね、2141だっけ？OPL だっけ？すごく頑張ってると思うんですよね。このゲームの戦闘曲すごく好きなんですよね。もともと98番の時からね、もうすごい好きで。効果音に関してはもうほぼそのまんまだよね。
レベル、あ、そうだ。あと、レベルはいくつなのかっていうふうに変更できるんだよね、設定で。あ、これじゃないや。これだ。これもね、当時感動したんだよ。もういいか。いや、でもね、どっちも選べるっていうのはやっぱりね、素晴らしいと思うんですよ。なんか、全員が同じ、やっぱ、考え方なわけじゃないんで、設定っていうのはね、いろんな設定あっていいと思うんですよね。なので、この動き、例えばさっきの自動で動く、自動でこう避けてくれる機能も、人によっちゃね、いらないと思う人もいるだろうしね。それがね、オフにできるっていうのは素晴らしいと思いますよ。しかもね、メセックス版も88とか98とかと同じようにね、設定項目がありますからね。セリオス様、あなたが大いに疲れる日まで、あと2ヶ月余りだというのに、こんなくだらないことばかりなさって、爺は亡くなられた王様に何と言って申し開きをしたらよいか。今日という今日は、もはや勘弁なりません。親方へお戻りになり、爺の話を聞いていただきます。さあ、参りましょう。セリオ様、あなた様が大いに疲れる日まで、あと2ヶ月余りだというのに。それからライアスの小言は延々と続きました。じい、もうわかった。二度とあんなことはしないから、今日はもう勘弁してくれ。わかっていただければじいはそれで良いのです。くれぐれもお約束ですぞ。今日はもう遅うございます。呪文のお勉強はまた明日ということにいたしましょう。何時間お説教してたんだって話だよね。全然、なんかまだ外明るいけどな。では、王子様、お休みの時間でございます。寝室に参りましょう。王子様、良い夢をご覧になってくださいませ。王子様、大変でございます。お目覚めになってください。たくさんのモンスターどもがこの町へ押し寄せてまいりました。早くこの鎧を身にまとってくださいませ。ここから逃げるのです。さ、ライオス様、この秘密の抜け道からお逃げになってください。爺たちはどうするのだ。もちろんご一緒に参ります。さあさあ、早く。一刻の猶予もなりませぬ。爺、これは一体どういうことだ。この町の兵士はわずか3人しかおりません。もはや逃げ出すことは叶いませぬ。しかし我々がここで盾になれば、王子が脱出なさる時間ぐらいは稼ぐことができます。さあ、早く、お逃げになってください。嫌だ、爺と一緒に戦う。ここを開けてくれ。王子様、聞き分けのないことをおっしゃいますな。王子様は王位を継がれるお方、まずその身の安全をお考えになってくださいませ。わかった。爺、死ぬなよ。さてと、一旦ここでセーブしとこうか。あれ？
88版の時から思ってたけど、このね、戦闘もね、すごい気持ちがいいんだよね。この倒した時のこのエフェクトも好きでね。結構これはこれでいいなぁ、本当に曲が。そういえばドラクエタイプの、まあ、戦闘シーンではあるんだけど、敵のヒットポイントがこういつでも見えてるっていうのもね、結構珍しかったんじゃないのかな。戦略が立てやすくていいですよね。世界中の迷宮なんかもね、こんな感じのタイプですけど。さてと、MSX 版はね、ここまでしかさっきやってないんで、こっからはね、初見になります。MSX 版はね。おい、ちょっと待て。お前はこの辺のものじゃないな。どこから来た？名前は？僕はセリオスだ。はるばる、エルアスタの町からやってきたのだ。中に入れろ、悪玉に会う。セリオス王子。しばらくここでお待ちを。セリオス王子ですな。お待ちしておりましたぞ、あなたの来るの。悪玉様も、あなたとお会いするのを心待ちにしておいでです。さあ、謁見の前ご案内いたしましょう。謁見の間だと？なぜ悪玉が迎えに来ないんだ。さあさあ、そのようなことをおっしゃらずに、早くこちらへ。アクダム様、セリオス王子をお連れしました。ご苦労であった。ようこそルディアのお城へ。しばらく見ないうちに随分と大きくなられましたな。アクダム、これは一体何の真似だ？今あなたに外をうろつかれては困るのです。何しろ、明日はわしがこの国の王となるめでたき日なのですから。なんだと？お前がこの国王になる？驚いておられるようですな。無理もない。本来ならあなたが王位をつくはずなのですから。しかし、貴様はエルアスタの町でモンスターに恐れ、死んだことになっておるのだ。わしが送り込んだモンスターによってな。しかしその目論見は見事に失敗してしまったようだ。死んだはずの者がここにいるというのもおかしな話。わしが王位につくと同時に、貴様をこの世から葬り去ってくれるわ。メイドの土産にいいことを教えてやろう。よく聞くがいい。貴様の父、国王アスエルを殺したのはこのわしだ。10年前モンスターが城に攻め込んだ時、どさくさに紛れて暗殺したのだ。今やこの国はわしのものになろうとしている。王子よ、残されたわずかな人生を、地下牢の中で楽しむがよい。貴様の母、フェリシアもいずれわしのものとしてやる。心配せずに、あの世へ旅立つがよい。なはははは。連れて行け。
いやー、ベタベタな展開ですね。ほんとファルコムのゲームの主人公は牢屋によく閉じ込められますよね。あ、装備が取られちゃっている。お、ドギー、ドギー来てくれたんだね。セリオ掃除、ここから逃げましょう。何者だお前は。怪しいものではございません。私の名はデュナン王子、あなたの味方でございます。味方だって、どういうことだそれは。今は詳しくは申せません。後ほどゆっくりご説明いたします。ともかく兵士たちが来ないうちにここから脱出いたしましょう。ちょっと待ってくれ。僕はアクダムに剣を取り上げられてしまったんだが、何か武器を持っていないかい。ではこのナイフをお持ちください。それから私の所持金400ゴールドは王子様にお預けいたします。これからは私が王子の身をお守りいたします。何卒よろしく。この自動的に装備を してくれるっていうのもなんだか優しいシステムですよね。あ、リュナンがなんかキャラクターになってるけど、他の囚人は助けらんないんだね。じゃあさっさと逃げ出しましょうか。宝とかはこれなんだ。王子、一回行けば見張りの兵士たちに見つかってしまいます。通路の奥に私が入ってきた抜け道があります。そこから脱出いたしましょう。すげえな、みんな倒しちゃったんだな。おお、リュナン待っていたぞ。ご苦労だった。そちらにおられる方が、はあ、セリオ掃除か。よくぞご無事でおられました、セリオ掃除。私の名はラウエル、アクダムに反抗するレジスタンスの一員です。ここまで来ればもう安心。まだ城の連中は王子様が逃げたことに気がついてはいないようです。しかしいずれ奴らもこちらの方へ探しにやってくるでしょう。できるだけ早くこの町を脱出なさり、クルスの村へ向かわれた方がよろしいでしょう。クルスの村？ええ、この町の東、ちょうど岬の洞窟の北にある小さな村でございます。そこにレジスタンスのリーダーのアロンという方がおります。かつて王家にお仕えしていたお方です。きっと王子様のお力となってくださるでしょう。幸いにも王子様は小さい頃にエルラストの町へ移られたので、この町で王子様を存じている者はほとんどおりません。何の支障もなくこの町から脱出なさることができましょう。いかがなさいました。母さんが。ご心配なく、後で城の方に探りを入れてみます。では王子、クルスの村へ急ぎましょう。よっしゃ、ということですね。ちら、おい、お前たち、この辺で怪しげな子供を見なかったか。ちょうどお前ぐらいの子供なんだが。バカですね。前の国王アセル様が生きていらした頃は良かった。何もかもが平和だった。どうもあのアクダムって野郎はうさんくたくていまいち信用ならねえな。アクダムがこの国の王になろうとは、セリオス様がこの国を王様になる日だけを楽しみに今まで生きながらえてきたというのに。買い物とかできないのかな。持ち物は、こんだけか。ヨシュアの目ってのは、なんかマップ見るやつだったかな。なんか、薬草って、これが薬草的なやつだな。
そう、このゲームそういえばオートセーブがあるんだけど、戦闘の直前からスタートできるっていうね、素晴らしいシステムも入ってるんですよね。すごいね、それ、キヤさんが考えたのかな。アクダム様万歳、新しい国王様万歳。どうした？今日新しい国王様を祝うめでたい日だ。あ、そっか、一日経っちゃったんだ。だから今日はお店を開いていないんだ。悪いけれど、日を改めてまた来ておくれ。そっか、じゃあ雑貨屋的なところもやってないのかな？あー、なんと、アクダム様が大いに疲れるので店を開いてはいけないのです。へへへ。実は私は仕事が嫌いなので嬉しくて仕方がありません。こんなことなら毎日王様が変わればいいのにな。おっと、こんなことが兵士の耳に入ったら大変だ。いいものを差し上げますから、今の話聞かなかったことにしてくださいね。おお、ドッケシとか、レスの歯がいいな。あれ？リュなんて魔法使えんのかな？あ、めっちゃ使えんだ。そっかそっか。セリオス王子も一応使えるのか。これなんだ。まあいいや、説明書があるのでちょっと見てみよう。呪文の一覧。レジナは、あ、レジナは毒消しですね。ここ、あれ？あ、さっきのは、あれ何屋だっけ？これが道具屋なんだ。私は今まで一度も店を休んだことがないんだ。それだけが自慢だったのに。よろず屋か、さっきのは。女。ねえ、ちょっとあなたたち、あの話聞いた？何でもお城にセリオス王子様の名を語る不届き者がやってきたんですって。そいつは不定野郎だ。よっしゃ、行きますか。今日はアクダム様の戴冠式が行われるため、お城の中へ入ることはできん。あ、こっち外じゃないのか。あれ、どっちが外なんだろう。キャンセルボタンでメッセージが飛ばせるのも素晴らしい。こうやって結構ね、当たり前だと思うかもしれないんですけどね、それがまだ当たり前じゃなかった時代だからね。スライム何？バブ？バブ？痛い、すごく。あれ、確か、オートで回復してくれるのも、なんか設定であったような気がするんだよな。ああ、懐かしい、この音。やっぱね、ゲームはね、効果音もかなり、なんていうの？重要だと思うんですよ、私としては。効果音ってね、ずーっと初めから最後まで聞くものだから、耳にね、残るし、その音を聞いた瞬間にそのゲームのことをね、思い出したりとかするわけですよ。だからね、効果音の、その、なんていうか、いかに、その、快適なのか、
耳障りじゃないのかとかね、いろいろそのいい効果音ってね、なかなか難しいと思うんですけど、ファルコムってこういうね、UI 操作とかの SE とかもすごくいいですよね。ちょっとした効果音とかもすごいなんか好きなんですよね。ソーサリアンなんかもそうですけども。あれこれ、なんか花みたいのある。何これ、なんかここ変だな。あ、鶏か。なんで逃げんだと思ったら。おやー、リュウナン、久しぶりだね。元気だったかい。しかと。ブヒー、ブヒー。なんかまあ豚に見えないけど、豚なんだよな。あら、リュウナン、久しぶりね。元気だった？あ、やっぱこれ花なんだな。ところどころにあるな。オッケー。あれ、ここにいるのローじゃないのか。よー、リュナ、久しぶりだな。元気だったか。あれ、なんか多分そうだと思うんですけど。おー、リュナン。リュナンではないか。ルディアへ行っていたと聞いていたが、ん？ところで、この子はどこから連れてきたんだ？この方はセリオス王子様です。アロンドルに会わせたいので、地下に行かせてください。セリオス王子様だと。わかった。おい、お前たち、そこをどいてやりなさい。おう、リュナン、戻ったか。リディアの様子は。ライアス G、無事だったのか。おう、セリオス王子様。リュナン、これはどうしたことだ。城の地下牢に囚われていたところを助けてきたのです。そうだったのか、ラクダムメ。王子様、ご無事で何よりでした。しばらくお目にかからぬ間に、ご立派になられましたな。ライアス、何を言っているんだ。もしかして私のおじいさんをライアスおじいさんと間違えているんじゃない。王子様、この方がレジスタンスのリーダーのアロン殿です。彼女はその孫娘のソニア殿です。私はアロンと申します。かつてお父上のアセル王にお仕えしていたものでございます。またライアスは私の弟でございます。ライアス G の兄さんだって。でも、よく似てるなぁ。G には感謝している。身を挺して、エルアスタの町から逃がしてくれたんだ。僕がこうして生きていられるのも、G のおかげなんだ。G は命の恩人なんだ。ありがとうございます。弟が聞いていたら、さぞかし喜んだことでしょう。はじめまして、王子様。よくこのクルセ村へいらしてくださいました。エルアスタの町はモンスターに襲われ壊滅したと聞いていましたので、心配しておりました。王子様、私たちは正となる王位継承者である。王子様が必ずやアクダムを倒し、王位を取り戻すと信じております。そのためにはいかなる犠牲も辞さない覚悟でおります。王子様が生きていると、人々が知ればアクダムだと思ったやすくなりますわね。しかし、ルディアの兵隊を払いのけ、アクダムを倒すには兵しか足りません。ルディアから南西のところにベルガという鉱山の町がございます。そこにはアクダムに逆らった人たちが大勢囚われております。彼らを助け出し、私たちの仲間にすればアクダムなんか一人にしてやれますわ。それじゃあ、リュナン、早速そのベルガというところに行ってみよう。お待ちください。失礼ですが、私も王子様も、ベルガの司令官と戦うには、レベルが低すぎます。最低でも、レベル8は必要だと思います。明日からは戦いの経験を積んで、己の力を高めなければなりません。今日はもうお休みください。
そこのベッド使うんかーい。王子様、これからは王子様がリーダーを務めください。おう。さあ、それでは早速戦いの経験を積みに参りましょうか。よっしゃ、じゃあちょっとセリオス王子の防具をちょっとなんとかしないとね。なんかあのグラフィック結構散々褒めてますけど、あの階段だけはちょっとなんかなって思いますね。なんかあんまり階段っぽくないよね。おや王子様、いらっしゃいませ。ここは道具の店ですが、どんなご用ですか？まだいいかな。やあ、ルディアの城へ行ってきましたよ。戴冠式は無事に終わって、お城は誰でも入れてくれましたよ。なるほど。私の夫はアグダムに逆らったためにベルガの鉱山へ連れて行かれました。武器屋、武器屋。あれ、武器屋ないのかな。武器、武器。ベルガの鉱山の周りにはこの辺よりも強いモンスターがいるそうでございます。そうでございますか。それなりの武器が欲しいでござる。おい、ロー、リュダン、何者だこいつは。ローという遊び人です。あまり関わり合いにならない方が。何ごちゃごちゃ言ってんだ。ところで王子様よ、自慢じゃねえが、俺はレベル7で結構いい自慢が使えるんだぜ。まあその程度のレベルじゃ、こんな話してもしょうがねえけどな。せめてレベル6になってから来な。相談に乗ってやってもいいぜ。自分たちはどうやってレベルを認識してるんでしょうね。とりあえずお城に入れるっていうから、お城で買い物すりゃいいのかな。てかお城入れんのか。セーブしとくか。セーブめっちゃ早いな。いやー、戦闘シーンのこのサクサク感、某 SD スナッチャーとはえらい違いですね。まあ、あれが悪いって言ってるわけじゃないけどさ、やっぱこういう方が俺は好きだなそういえば何気にレベルアップの時に全開するっていうのもね、いいですよね、楽で。これをうまく利用すると、レベルがちょうどね、ダンジョンの奥の方に行った時に上がるようにすれば、結構ね、助かるわけですよね。MP とか HP が苦しくなってきた頃にレベルが上がるように、こううまく持っていくとね、なんかまあ自分でもなんかこうしてやったり的なところがあったりとかしますけど。
ちょっと曲を最後まで聞きたいな。次戦闘ちょっと曲最後の方まで聞いてみますか。あれ、マジックポイント10も使うの？あ、ほんとだ、10使うんだ。あんまり、あれってか、あれ？あ、白、あ、入れた。よし、防具屋、防具屋。あれ？こっちで売ってんのかな？ここは武器と防具の店ですが。そうっすね。革の鎧。革の鎧欲しいな。あと盾。とりあえずね、防御ね、固めたかったんで。よし。結構上がったかな。ユナンと比べて、あ、ユナンもそんなに防御力高くないんだね。よし。じゃあ、いらんものを売っ払って。あれ？あ、売ることできないのか、ここは。ここんちは？ヨシュアの目。まだいいか。お、まあまあいい値段で売れるな。よし。一旦、これでいいかな。ちょっとこう覗いてみるか。しかし、追われてる身なのによくここに来ちゃうよね。普通は来れないと思うんだけど。あ、やべ。あー、買うつもりなかったのに。てか、高えな。なんだお前は。俺にない、なんか用でもあんのか。ねえよ、うるせえな、バカ。死ねえ。あら、ちょっと、口が悪かったでござる。レベル6か。まだ結構あるね。経験値3だもんな。あれ、どうやってやったら戦闘が、これ何？レベルアップオート。あー、捨て振りがあるのかな。これは何？あー、なるほど。移動速度早い。戦闘は、こっちか。オートバトル、うん。戦いの呪文、使わない、使わない、使わない。回復アイテム、使わない。そうだね。回復の呪文、使うにしようか。一回ずつ使えるはずだからね。そういえば今ゲームこれコントローラーでやってるんですけど、ジョイメガっていうコントローラーでやってます。これジョイメガっていうコントローラーがね、まあ売ってるわけじゃなくて、メガドライブの
コントローラーを改造したものになりますね。ボタン、通常、まあ、MSX ってボタンがね、2つまでしか対応していないんですけど、最大6ボタンプラス、スタートボタンプラスモードボタンに、好きな機能をね、割り当てることができるというものですね。ただしね、まあ、同人ゲームとかで、まあ、最近のゲームとかでね、元から対応してるゲームじゃなければ、もちろん対応してないんですけど、ソファランで、ロムのゲームをやるときは、自分でね、好きなようにボタンを割り当てることができるんですよ。ディスクのゲームがね、残念ながら対応していないんですけど、例えばですね、グラディウス2とかって、F1 がポーズで、F5 がコンティニューのボタンになってるんですよね。コナミのグラディウスシリーズは多分大体そうなってて、パロディウスとか、サラマンダとか。なんで、自分はですね、メガドライブのスタートボタンをポーズにして、A ボタンをコンティニューするための F5 キーに割り当てて、っていう風にしてます。まあ、ちょっとね、6ボタンの、メガドライブのコントローラーを手に入れたらね、それも改造しようと思ってるんですけど、もしね、その、ジョイメガに興味があるようでしたらね、検索してみるといいですよ。そのうち、この1個目のジョイメガはね、まあ、ちょっと散々失敗して、ですね、本当は、ジョイメガ、あ、じゃねえ、メガドライブのコントローラー自体は、改造しないで、まあ、変換アダプターを使って、ジョイメガにするアダプターを自作しようと思っていたんですけど、そっちがうまくいかなくてですね、なので、まあ、比較的簡単だろうと思われる、その、メガドライブのコントローラーの中を開けてね、中を直接、まあ、改造しちゃって、そっちの方がまあ、ね、やっぱ楽でしたね。まあ、ある程度分かったんで、安く6ボタンのメガドラのね、コントローラー手に入れたら、まあ、動画にするか、ブログに書くかなんかしようかなと思いますけど。まあね、何分電子工作はね、ほんと、経験が浅いもんで、ハンダとかもね、もうほとんどやったことなかった。学校の授業でちょっとやったことある程度のものだったんでね。結構、でもやったことないからこそね、楽しんで、やってますよ。意味がわからないなりにね、いろいろこうネットで調べながらね、あ、そうだ、戦闘曲聞いてみようよって言ったんだね。ちょっと聞いてみようか。あ、オートになってんだ。ちょっとオートオフにして戦闘曲聞いてみましょうか。ちょっとボリューム大きくしてみようか。なんか、ちょっと、なんか音が足りないような感じがしますね。なんでだろう。チャンネルが足りないわけじゃないと思うんですけどね。
経験値がしょぼいというか、渋いね。ちょっとね、ローを仲間にするところまでやろうかなと思ってたんですけども、どうしようかな。もうちょっとやるか。今日ね、連休前なんで。にしても、ちょっと一回、あれか。止まってくるか。あー、でももうすぐレベルアップすんだよな。いっか。このまま頑張るか。まあ、やられるってことはないね。なんだよ、一匹か。あれ？あ、でも経験値くれたわ、2。いや、今、外からすごい音が聞こえて、雷かもしんないですね。あ、雷だ。こんな時間から雷鳴るなんてね。今何時だよ ?12 時でしょ、うん、珍しいね。あの、1999年に、なんだっけ、空から恐怖の大王が降りてくるっていうね、本を書いてた。お方が今日亡くなったらしいですけど、90歳ぐらいだったっつったかな。まあ俺よりもね、もうちょっと年上の方だと思うんですけど、あれを見てね、なんていうか、あのブームメントに、ちょうど小学生の頃に乗っちゃった子供たちだった人は、多分もう50オーバーだと思うんですけどね。だから自分としては、まあそんなに、なんていうか、馴染みがあるっていう感じじゃないんですけど、まあ結構ね、まあ信じてるっていうわけじゃなかった、ビビってもいなかったけど、まあ有名ではあったからね。アンゴルモアのなんだっけ、なんとかがの恐怖の大王が空から降ってくるってね、人類滅亡するみたいなね。いや、なんでそれを思い出したかっていうと、なんか、外がすごい空からね、すごい音がしてるもんでね、ちょっと、恐怖の大王が降りてきたのかなと。そういえば、最近、そういう、なんていうの、予言、とかもあんま聞かないですね。このコロナ禍のこととかね、日本のオリンピックが延期になった件とかね、予言書に書いてなかったんですかね。もうコロナのことなんてさ、なんだろう、もう世界中を、もう地球上の いろんなところをね、まあ影響ある出来事じゃないですか。多分とか絶対社会の教科書に載るでしょう。2020年、何が世界中で大流行しましたか？ A コロナとかね、B 火星とかね、なんかそんな感じで問題になるんでしょうね、きっとね。
ああ、レスの葉、通りで高いなと思ったら、今マニュアル見てたんですけど、1ポイント500回復するらしいですよ。でも、その下の回復するアイテムはないみたいだから、その上になると、ヒットポイント1000回復だから、まあ、ドラスレシリーズっていうとね、やっぱ、ヒットポイントがすげえ桁になっていくっていうか、ああ、まあでもそれは、ザナドゥぐらいか。ザナドゥはすごかったもんね。ヒットポイントの桁が。結構このゲーム痛恨が多いね。おお、死ぬかな。あ、死んだ。あ、死んだよ。ああ、ね、なんだなんだ。なんだ、急に強くなったとこ。休もうか。お金は思ったよりも溜まってないな。王子様、随分とお疲れになっているようでございますね。今日はもうお休みください。はい。よっしゃー、行こう。もうちょっとでレベル6だ。あれ、そういえば、装備で、ああ、ちょっともっといい装備を買いに行こうの剣しかないか。ユナンは？ユナンの防御力が
心もとないけど、冒険者の服、革の盾。革の鎧、あ、そっか、革の鎧。革の鎧を買ってあげたらいいんだなぁ。あ、ちょっと待って。ナイフを。で、ナイフは売っ払うと。お、ぴったり300ゴールド。だからなんだっつうね。うん、ああ、買えない。あと50円。貯めようか。でもその前にレベル6になっちゃいそうだな。とりあえず、裏の方に向かうか。強くなった。たくましゅうなられましたな、セリオ掃除。よっしゃ。おー、セリオス、ニュナンと同じヒットポイントになった。あれ、レベル6になったからか？敵がなんか、バラエティ豊かになったけど、バラエティって言っても同じだけど、あれだ、顔ぶれは同じだけどさ。よし、じゃあ遊び人のローさんのところに行きましょう。だ。いやあ、王子様、しばらく見ないうちに随分とたくましくなられましたね。王子様だったらきっとたくましくなられると思っていましたよ。もしよろしかったら、私を王子様のお供にしてくださいませんか？仲間になりたいだって？ユナン、どうしたものだろう？ロー、どういうことだ？どういうことって聞かれてもそういうことだよ。王子様、私は王子様と一緒に戦いたいんですよ。決して下心なんてありませんから、仲間にしてください。今は一人でも仲間が欲しいところだしな。わかった、一緒に戦おう。王子様、ありがとうよ。精一杯頑張るぜ。あ、それから俺の所持金500ゴールドは、一応王子様に預けておくぜ。よっしゃー、本当にレベル7だったんですね。よし。遊び人なんつってね、リュナなんか上から目線で言ってっけど、あの時リュナまだレベル2とか3とか？あ、もうちょいあったか。4ぐらいだったっけ。どうのが強かったんじゃねえかよ。はい、じゃあセーブしましょうか。はい。じゃあね、今日はこれで終わりにしようと思います。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回いつやるかちょっとまだ決めていませんけども、まあ自分の気持ち次第で、頻繁にやるかもしれないし、本来やるはずだった、幻影都市の方をね、進めていくかもしれないし、ちょっとその辺は、
皆さんの反応を見てね、決めようかなと思いますんで、もしね、よかったら高評価とか、コメントなんかの方いただけると、次もね、このゲームやる可能性が上がりますんで、一つ、続き見たい方はよろしくお願いします。ではでは、またお会いいたしましょう。さようなら。